りお前たちか。私はここに楽園を再建するのだ。邪魔するな。
からわし反逆者ども。私は正しい、絶対に。最後に屈するのはお前たちだ。目覚めし我が力、分け与えてやろう。
잡아. 最新相手でも止めるのだ。
みんなのおかげでやっとここまでたどり着けた。バウスリーはおそらくこの先だ。愚か、救いようのない反逆者ども、お前たちは自滅を望んでいるようなものだとなぜわからない。その蛮行の果てに得られる生きるための永劫終わりなり戦いのみ。私に全てを委ねれば、争いの種は取り除かれるのだぞ。善も悪もない、生きる意味だの利用さを探すようもない、不滅の楽で幸せに暮らせるというのに。確かにそれも一つの平和の形かもしれない。そう認めたからこそ私は君に死を願わなかった。過ちを正し、手段さえ改めれば人の幸せを望む者同士共に生きていけるのではないかと思ったのだ。だが今となっては君の言動は致命的に矛盾している。全て人々のためだと言うなら、君は盾にしたユールモアの民を置いて逃げるべきじゃなかった。君一人が生き延びれば再建できる楽園だと言うなら、それは民のためのものではない。君、ドン・バウスリー、私たちは、この世界の住民はあなた一人の思い通りになったりしません。私には未来を託してくれた優しい人がいた。彼女と約束したことを叶えたいから、あなたの元で眠っているわけにはいかないんです。他の人にだって大事な思い出や譲れない意見、守りたいものがありました。私の決して長いとは言えない旅でだって、それがあふれるくらい伝わってきました。みんながこの戦いに力を貸してくれたこと、それがあなたへの答えです。あなたがどんなに力を持ってその正義で全てを押し潰そうとしても、絶対に私たちは抗います。うるさい、反逆者の分際で偉そうに語るな。お前たちが誰に物を申しているか、どれほど身の程知らずか、改めて教えてやろう。目覚めし我が真の力で、お前たちを僕に、その亡きがらをもって愚民どもにも知らしめるのだ。私こそ人と罪悔の頂点、あまねくすべよと世界に望まれ全能を授かりし者。故に我が行いは一切が善、イノセンスと心得よ。これはそう簡単に越権は叶わないということかしらね。標的は大罪悔でもある。私たちが道を開くから君は先に進んでくれ。この戦いで罪悔との決着をつけるんだ。